伊勢神宮の下空と行け大見和牛にて。資料によって、大麻とは、このような榊の枝が使われたものを指し、木串のものは、小麻である。麻だけをつけたものも伊勢神宮で用いられている。大麻、神道の祭祀において、終末に使う道具の一つで、木綿や麻、厚生には、布白や紙が用いられる。ぬさは、麻の孔明で、平あるいは麻。 やつつけと当て字される、ぬさの美笑が、おおぬさである。おおぬさとも、白木の棒で作ったものは払いぐとも言う。元来、ぬさとは、神に捧げる布であり、その多くが麻布であったからして、文字に麻を当てた。兵の字は神への供物のうち食物以外のものである。大麻は、アマテラス大臣の手に岩戸の説話で放載された、伊おツマサカキに由来し、古事記では下枝に、 白にずんてと青にずんてをつけたとされ、古こ周囲では朝によって青和平を、国によって白和平をつくったと記される。延暦十三年の後大御神宮儀式帳では、年三度の重要な祭儀の前に払う様子で、八つ付朝を用い、太玉串の説明にあるまさかきに、真朝も綿をつけたものが太玉串の起源とされ、古くは朝を用いたためその字を当て、ぬさと称したことから、 大ぬさを大麻と表記したと考えられる。王は立派なといった意味の美笑である。原え具の大麻はそうしたことを形式化したものである。大麻を大ぬさとも表記するのは、神の働きに対し捧げられた備え物、ネグために奉建される不白であることに由来する。今日一般的なものは、榊の枝、または白木の棒の先に神水、または麻をつけたものである。 神水だけのものは、略されたものである。式武僚、神社祭式の大麻には、榊の枝が使われ、八塚清津らの神社夕食古術では、榊の枝に麻の実や、加えて神水をつけたものが大麻であると説明され、小朝と呼ばれるものが危惧し、細い木、竹を用いたものである。伊勢神宮では、枝葉がついたままの榊の枝、幹榊に麻をつけたものも用いられ、 榊木の枝に、木綿として、麻の糸口をつけたものである。鴨の御祖神社のように、古事記の神話に習い桃の木の枝を用いる場合もある。大麻の使い方も異なり、玄根ではゴミを払うように音を立てて振るが、春日大社のような古くからの彩色では撫でるように、行われる。伊勢神宮でもそうであり、音を立てて払うことは禁じられている。 現根では払う対象となる人や物に向かって、大麻を左、右、左と振って使用し、これによって大麻に絵が映ると考えられている。昔は左右中であった。吉田神道では、影の月には、右左右と振る記述も見られる。それだけでなく、古来からの宮中での祭祀では、一分一分、撫でた後に息を吹くことがある。次に、終末としての全体像になるが、 大麻で払った後に、小さな酒器で塩湯をまく、海にてみそぐという意味である。大麻自体を、塩湯が煮えたった釜に入れて振り、無病息災を祈る祭事もある。払いの書質としては、古事記に詳細は書かれていないが、国行き大払いをしたとあり、日本初期にて、天武天皇五年には大解除があり、様々なものを国々に作らせたが、書く。 家ごとには朝を一条を払い料として差し出すことになったと記されている。そして中富野が乗りとを創上し、都部が解除を行い、これらは祭祀と同じ構造である。平安中期の西宮記では払いを受ける者が差し出した大麻を払いを行う者が引いた。また天皇が体をすり、積みけれを移したことも記され、新たな払いの形式が現れてきた。 11世紀には、これが逆に払いを受ける者が大麻を引くようになり、古今は和歌集でも振るのではなく、引くことが伺える。後に、払いを受ける者に対して、振るうようになる。大神宮儀式会以来、引くのが本儀、振るのは略儀とされ、人を払う場合にはそうだが、物を払う場合には、古来から振るものである。ありがとうございます。